ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニア、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニア、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ・ジュニア、1960年11月25日から1999年7月16日は、アメリカ合衆国の弁護士、法務博士、法律家、雑誌発行人。第三十五代、アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディと、ジャクリーン夫人の長男、第2子、愛称は、 ジョンジョン。一般には j f k ジュニアと呼ばれていた。事故により38歳で死去。j f k ジュニアがワシントン DC で誕生したのは上院議員であった父が大統領に就任する直前であり、出生前からマスコミとアメリカ国民の注目を集める存在だった。父親の大統領就任後にホワイトハウスに引っ越しその後3年間を過ごした。 父親の大統領就任時にホワイトハウスやハイアニスポートの別荘などで家族と共に撮られた公式写真が多数残っている。1963年11月22日にケネリィ大統領暗殺事件が起こり、その国葬が行われた11月25日は j f k ジュニアの3歳の誕生日だった。目前で惹かれゆく父の棺に対し幼い彼が挙手の敬礼をした。 姿が当時知られた。父親の死後、母と姉のキャロラインと共に j f k ジュニアは、ニューヨーク市に移り、マンハッタンの高級住宅街ので、幼年時代を過ごした。1968年、j f k ジュニアが7歳の時、母は、ギリシャの海運王で大富豪として知られる、アリストテレスオナシスと再婚し、この結婚は1975年のオナシスの島で、 続いた。しかし、オナシスは j f k ジュニアの人格形成に大きな影響を及ぼすことはなかったと言われる。なお j f k ジュニアはこの少年時代にアフリカ奥地で遭難し、マサイ族に救助されるという経験をしてい j f k ジュニアはマサチューセッツ州の名門校 p a o ーバーで教育を受け、ブラウン大学に進学した。ブラウン大学においてケネディは、 ファイカッパサイのメンバーに名を連ねいる。1989年にはニューヨーク大学ロースクールより法律学の学位を受けている。JFK ジュニアは1988年にマイケル・デュカキスを民主党大統領候補に指名した当然国大会で演説したのをきっかけに次第に将来の大統領候補としてその名が取り沙汰されるようになっていった。 その傍ら、ニューヨーク州地方検事法1989年から1993年まで、勤めた。また、地方検事法を退任した後の1995年には、政治とライフスタイルを扱った、高級紙ジョージ、ジョージ、アシェットフィリパッキメディア社発行を創刊。また、同氏の発行人を勤めた。なお同氏は、死後の2001年に廃刊となっている。 1980年代から1999年7月の死に至るまで j f k ジュニアはセレブリティの一人としてマスコミの長寿だった。1988年にはピープル氏が選ぶ世界で最もセクシーな男の一人にもなってる。実際 j f k ジュニアの女性変歴は多才を極め女優のダリル・ハナとは同居を含めた数年越しの交際があり、 またサラジェシカ・パーカーやマドンナとも一時交際していたことが知られている。1996年9月にカルバンクラインの広報担当だったキャロリン・ベセットと結婚した。1999年7月16日、j f k ニアは小型飛行機パイパーを操縦し、アメリカ東部のニュージャージー州フェアフィールドのエセックス軍空港から一家の別荘がある。 マサチューセッツ州、マーサズビニアード島へ向かう途中、ロングアイランド沖の海上で消息を絶った。小型機の捜索としては、例の内大規模な捜索が消息を絶った周辺の海域で行われた結果、20日に、マーサズビニアード島南西沖約12キロの海底で、妻とその姉、ローレンベセットと共に、遺体が発見された。沿岸警備隊の発表によると、機体は、 胴体部分が水深約35メートルの海底に横たわり、中から3人の遺体が見つかったという。j f k ジュニアは10枚のロリー・キャサリン・ケネディの結婚式に参列するためその会場に赴くところだったが、この事故によって挙式は延期された。事故の起きた海は、ケネディ家の別荘のある高級住宅地のハイアニスポートの近くで、ケネディ大統領がこよなく愛し、 大統領としての疲れを癒すためたびたび訪れた場所だった。なお j f k ジュニアは、上記のように注目を浴びる存在であった上に、政治面からも注目される代償であったことから、事件、暗殺やテロなどと事故の両面で調査が行われ、アメリカ連邦捜査局 FBI と国家運営安全委員会の両方で調査が行われた。 しかし調査の結果機体残骸に爆発した痕跡や攻撃を受けた痕跡がなかったため事件性はないとの結論に達した。また事故調査の結果機体、システム、航空電子機器、エンジンなどには機械的異常の証拠が見出されなかった。操縦していたパイパーサラトガは高性能である反面機体制御が難しいとみなされている機種で、しかも JFKJr. は パイロットとしての経験をあまり積んでいるとは言えなかった。飛行時間は310時間で、そのうち夜間飛行は55時間、高性能機での飛行経験は36時間で、軽機飛行訓練については規定の半分の訓練時間しか積んでいなかった。また JFKJr. はこの事故の前にハンググライダーの事故で足に怪我をしており、久しぶりの単独飛行であった。さらにこの事故の直前、 JFK ジュニアのフライトインストラクターが同行を申していたものの JFK ジュニアが断ったという。それも事故を防げなかった一因とされている。最終的に事故の原因は空港への着陸に向けて降下した際に経験不足から空間式失調。操縦者が夜間に会場に降下していくとき空間的な方向感覚を失うことになり、 機体の姿勢が乱れ制御が維持できなくなったためと結論付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。